2つ目の島、アーカラ島にあるカンタイシティを出発し、4番道路を進むミツナの前に EV が現れる。 Y の実況の時と同様に感動しながら捕まえることに成功した。4番道路を抜けると西部劇に出てきそうな街、お花タウンに到着した。残念ながらお花は咲いていなかったが、牧場のケンタロスとミルタンクと戯れたミツナは水ポケモンを使うスイレンというトレーナーに会うため歩を進めるのであった。誰にする？こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツです。第12回目になりますかね。ポケットモンスター3の実況やっていきます。よろしくお願いします。前回はですね、どこにいたのかっていうと、アーカラ島に入ってお花タウンにたどり着きました。まあ途中のね、4番道路で EV なんかをゲットすることができたんでよかったかなと思いました。で、お花タウンについて探索を終えたので、その先ですね、お花牧場に向かったんですね。で、そこで、なんかライトポケモンのね、ムーランドを手に入れたんですけど、まあ、あんまり使えない。よくわかんない能力でした。まあ、ダウジングマシンだな、要はね。進んでいきましょう。で、進んでいくんですが、どこに進んでいくのかというと、せせらぎの丘とかいう場所に進んでみましょう。よっしゃ、島めぐりさん、わしの子供を見ておゆき。あんたの子供ではないだろ。ポケモンかもしんないけど。あら、スカルダン、こんにちは。しゃがんでると筋肉使って足プルプルして動けねえや。アローラズモじゃねえや。シメキング腹のまねじゃねえや。あ、通れないよね、要は。なるほどね。じゃあ、なんかこっちに行けっていう風にマークが出てるんで行きますが。5番道路、段差回る入り組んだ道。ハウ君と誰かいるよ。何やってんの？なんだなんだ？やられちゃった。まあ、ハウ君だったらな。なんだこいつ。すげえな。お前、本気でそれか？そうだよ。本気で、ポケモン勝負楽しんでるよ。楽しむか。持てる力を勝負で出し尽くしてから言うんだな。ん？わあ、ミツナ。この人怖いよ。ミツナ？そうですが？違います。お前誰？ほう、警戒してるのか。そういうの嫌いじゃない。何、片目を隠すのが流行ってんの？グラジオ。俺はグラジオ。相棒のヌルを鍛えるため戦い続けている。ヌル？ま、今はスカルタンの雇われ用心棒だがな。ほう。何も言わず、俺たちの相手しな。ほう。ライバル的な存在ではないのか。一応スカルダンっちゃスカルダンなのね。雇われ用心棒って。あー、なんかちょっと中肉臭い。中肉臭い。なんか出てきたよ。片目隠してるし。ズバ、はい。なんか、左腕がうずくぜみたいな感じなのか、これは。やばいぞ。俺の右目が開眼するとか言い出すんじゃないか。大丈夫か？ちょっと、ミツナちゃん。こういう男には近寄らない方がいいんじゃないか？多分俺が小学生だったらこいつにハマってる気がする。かっこいいとか言いながら。は？タイプヌル。なんかヌメヌメしてそうで気持ち悪いけど、まあいいや、戦おう。なんだこりゃ。なんだこりゃ。なんですか？とりあえず混乱させよう。当たんねえ、追い打ち。やめてん。そんなに警戒するモンスターじゃない、もしかして。普通にスパークやってみよっか。よいしょ。勝った。麻痺ったからいいけど。追い打ち。なんだろう。岩かな。じゃあ鋼が効くかな。どうだろうね。どうよ。あれ。変わんねえな。タイプが読めないね。まあ、とりあえず、麻痺ってるから、ガンガン、マグネットボムで、行きましょう。追い打ち。同じことしかやってこないね。じゃあ、こっちも同じことばっかやってよ。よいしょ。タイプ、ヌルだって。
なんかよくわかんない。これ本当にポケモンか？よくわかんないのが出てきたな。よいしょ。ドン。あと一撃かな。さすがにアイテム使ってこないよね。スパーク。オッケー。おしまい。おやおや、それで本気かい？そんなに絶望しなくても。憎いやつだ。720円、ありがとう。初めて負けたのか？お、効果抜群だって。何してやがる俺。強いやつと続けて戦う心構えが足りていないのか。ん？強いやつ？ああ、そいつのポケモンは弱くはない。ポケモン勝負を楽しむやつがいてもいいさ。だが、そいつは、島キングで、しかも本気の腹に勝てないからそうやって言い訳してるのさ。じいちゃん知ってるの？ていうか、俺強いの？いや、それはないな。ん？なんだ、グラジュも大したことねえな。お、来た。あ、お姉さん。カシーンって。いずれにしても、寝なし草根性、ん？根性入ってないのよ。代わりにあたいらか根性入れてやっから。お姉さんかわいい。やめておくんだな。あん？お。俺に勝てないくせにポケモンを無駄に傷つけるな。お、いいポケモンだ。いいスタイルだ。間違えた。いいお姉さんだ。わざわざ来たのに、くたびれ、骨折り損のくたびれ儲け。あなたが止めなきゃせせらぎの丘にいる主ポケモンを奪ってたのに。帰ろ帰ろ。闇カラスが鳴くから帰ろ。グラジオさんよ、お前よ、ボスに気に入られてるけどよ。雇われ用心棒なの、正式なスカルザンじゃないの。わかってるよな。なあなあ。よ、よ、俺帰るよ。闇カラスよ。みたいな。あ、帰ってった。もうなんかそんな、ねえ、うちわもめは、なんかよそでやってほしいんですが。ミツナありがとう。コイルもありがとう。お疲れだったね。はぁ、せせらぎの丘の試練に挑むなら、ポケモンを鍛えないと。まあ、確かにピカチュウとな、フクロウじゃな。ミツナ、いいものあげるからファイトだよ。なんだ。元気のかけら。いいものってみんな元気のかけらじゃねえか。3個。なるほどね。お得な掲示板。道具の穴の、はい。穴抜けの紐ね。あ、そうだ。全員倒さなきゃいけないんだけど。あ、待って。回復してなくない？大丈夫か？ちょっと待って。2回復させないとまずいよね。でせせらぎの丘にぴったりの甘かじを連れてるんだけど、よければ君のヨーテリーと交換しようよ。両方とも持ってないよ。とかヨーテリー出てくるんだ。あのすみません、お願いがあるんですが。いいですよ。話を聞いてくれてありがとうございます。私はポケモンと水質の関係を調査してます。で、今回はせせらぎの丘を調べてまして、ヒンバス。はあ、なんせ釣りが下手なもので、ヒンバスって何気レアポケモンだぞお前。で、あなたに一つアルバイトのお願いです。せせらぎの丘のヒンバスを捕まえてみてくれませんか？みすぼらしい見た目なので、会えばすぐわかるはずで。ヒンバスを捕まえたら、お前、ヒンバスに謝れ。かわいそうだぞ。ミロカロスっていう、ポケモン一綺麗なポケモンに進化すんだぞ、あいつ。せせらぎの丘にいるのは、水タイプのポケモンばかり。草タイプのポケモンや技が使えるといいかも。まあでも2位がいるからいいや。で、お、いかにもなんかこの釣り竿をくれそうなおっさんに話しかけてみよっか。ルシポケモン、あやつらは守りが固い。これはうまく使えるといいが。あれ？釣り竿くれないの？クリティカットを使ったポケモンの攻撃は急所に当たりやすくなる。うん、いいよ、って加減するから。せせらぎの丘にはルシポケモンがいるんだ。そっか。うんだ、釣り竿くれなかったし。あ？とか、ギャドンだ。怠け！うるせえ。うるせえな。確かに怠け者かもしんねえけど。怠けろより怠けてるかもしんねえけどな。せせらぎの丘、島巡りの試練の場、水タイプを使ってくるとは言ってたんですけど、行ってみよう。せせらぎの丘、どれどれ。ん？誰？
あ、この子アニメで見たな。あ、この子がスイレンって言うんだ。いかんせんアニメは名前が全然わかんないまま見終わっちゃったからな。はい、私スイレンでございます。え、なんなの今回みんな可愛いんだけど、女の子。こちら、せせらぎの丘のキャプテンを務めています。腕の立ちそうなトレーナーさん、よろしければお助けください。はい、ぜひ喜んで、助けます。そして仲良くなりましょう。さあさあ、こちらへどうぞ。私についてきてください。はい、どこまでも。やばいぞ、これは。リーレちゃんでしょ？マオちゃんでしょ？今の子、スイレンちゃん？かわいいじゃねえか。どうするどうするロトム、これ。どうするよ、これ。ねえ。めっちゃ喜んでる。釣りはできないのかな？助けてくれたお礼になんかね、仲良くなれないもんかね。ネットボール。ん？おっさんと戦ってる場合じゃないんだけど。必ずポケモンを釣るコツを教えて差し上げましょう。そのためにはまず釣り竿をくれ。さてさっきの子は？なるべく草むらを避けて。あ、いた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 。何やってんの？ほら、あそこをご覧ください。ん？なんかいる。なんだなんだ。ダイナミックな水しぶき。もしかすると、とんでもないポケモンが待ち構えているかも。そこで島めぐりさんに水しぶきの原因を調べてもらいたいのです。もちろん泳いでとは言いません。素敵な贈り物をしますから。なんだ？おお！ラプラス。まさかラプラスに乗れるのか。ポケモンラプラスに乗せてもらうと水上を移動できます。懐かしいぞ、花ちゃん。そう、水しぶきに近づいて調べることができるんですよ。Y の時にな、いたんだよ。水辺の真ん中、水しぶきがあったろ？ちょっと待ってね。その前にトレーナーを倒さなきゃいけない。Y の時にはラプラスを連れていたんですよね。懐かしい。バックパックにポケモン詰め込みし、巡り巡って今ここにいる。はあ。さあ、じゃあ乗ろっか。ラプラス。おお、おお、すげえ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 。なんだこれ、なんだこれ。おお、かわいい。で、これの説明を見なきゃわかんない。これか。ラプラスは水上を泳いでいきます。Bボタンを押しながら移動すると速く進めます。釣り竿があればラプラスと一緒に釣りができます。うわ、なんて楽しい。おぉ、おぉ、はえ、はえ、はえ。おぉ、おい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 。あれ？あ、降りちゃった。降りちゃった。ダメか。はい、すいません。そっか、秘伝マシンがいないんだね。もうこれの方が楽っちゃ楽だな。待ってね、その原因を調べるんだけど、その前に、あ、はい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめん、ごめん、ごめん。かわいい女の子のね、ことはちゃんとね。あ？なんか逃げてって。ん？これ何？あ、ポケモンだったのか。なんだこりゃ。弱し。弱し。あ、何気に、水野ちゃん着替えてるぞ。水着になってる。弱し。じゃあ、石化。で、どうだろう。あ、まあ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 。で、もう一発石化入れて、まひらせてから捕まえよう。で、2位よろしく。はい、よっと。騙し討ち。で、電磁波。で、あとはモンスターボール投げればゲット。になると思います。間違えた、スーパーボール投げちゃった。まあ、いいや。そっか、最後に使ったのが EV だから、スーパーボールのままだ。あ、捕まんなかったし。くそ。スーパーで捕まんねえのか。モンスターじゃ無理か。あと5個しかないや。はいよ。
捕まれそうな気がすんな。さあ、あ、はい、間違えた。電磁波やっちゃった。危ない危ない。攻撃技じゃなくてよかった。はい、モンスターボール。捕まんねえな。ちょっと粘ろう。あと3つ。もうモンスターボールの時期じゃないのかな。あーもうダメだな。いや、これ全部使い切っちゃおう。はい、モンスターボール。よし、捕まった。まだなんとかモンスターボールでいけるか。もうちょっと踏ん張ってみるか、モンスターボールで。弱し。弱そうなポケモンだね。はい。弱し、小魚ポケモン。ピンチになると目が潤み出し輝く。その光に群れる仲間と敵に立ち向かうのだ。あ、これあれだよね。なんかホームページで見たな。みんなで群れになって、一匹の大きな魚に見えるようになるんだよね。確かね。スイミーだよね、完全に。じゃあ、スイミーにしとこうか、名前。で、そのまんまにすると、パクリになっちゃうんで、ひらがなでスイミーにしておこう。スイミー。今の子供だってスイミー読むのかな？ボックスに送っておこう。スイレンちゃん捕まえたよ。あらまあ、水しぶきを上げていたのは弱しだったのですね。小さな弱しがあんな水しぶきを上げるんですね。バシャバシャバシャ。あら、なんでしょう。あちらからさらに激しい水しぶきが聞こえます。ポケモンでしょうか、それとも人でしょうか。とにかく確かめに行きましょう。一緒に乗ろうよ。これ二血できない。ほら、一緒に乗ろう。あれ、いねえし。あれ、いねえ。どこ行っちまった。どこ行っちまっただ。あの子はどこだ。あれれれれ、いいな、ラプラスいいよね。おっとっとっと、ついた。アイテム、元気のかけら。ん？あ、写真が撮れる。これは後でやろう。で、こっちかな？あ、いたいたいた。何？天気悪いんだけど。ほら、あちらです。名前何でしたっけ？ミツナです。そんな渋くねえか。ああ、ミツナさん。素敵なお名前ですね。いやー、照れますね。ほらほら、あそこをご覧ください。まだだ。あんなに見事な水しぶきを上げるなんて、生きのいい海パン野郎か、すごいポケモンでしょうか。生きのいい海パン野郎ってやだな。いや、やだよ。スイレンちゃんはそういうのが好みなのか。合いますか。生きのいい海パン野郎ってどういうことやん。お、いいね。わざわざボタン押さなくてもいけるんだね。あ、すいません、すいません、すいません。じゃあ、ここに生きのいい釣り竿のおっさんがいたんで。まだだ。まだいなくなったよ。もうこんなんばっかりじゃん。雨が降り出した。マジか。ああまあ、水しぶきを上げていたのがまた弱者だったのですね。生きのいい海パン野郎との私の予想は外れです。あらあら、なんでしょう。あちらからさらに激しい水しぶきが聞こえます。またポケモンかもしれませんが、もしかすると生きのいい海パン野郎が。スイレンちゃん、どんだけ海パン野郎好きなの。溺れている可能性もあります。はい、生きのいい海パン野郎って。そっか、スイレンとはいつの間に奥へ行ったろとね。え、ほんとだよ。アイテム、ネット。これはありがたい。ネット。よいしょ。よし、捕まった。しずくもだって。タイプは多分水、虫みたいな感じなんだろうな。しずくもすげえな、こりゃ。進化する。
雫も。なんか宇宙服みたいなやつだな。頭の部分が。当たった、水虫だ。雫も水泡ポケモン。餌を求め地上に上がる。水泡を被るのは呼吸と柔らかい頭を守るため。宇宙服みたいだね。どうしよっかな。じゃあ宇宙で。宇宙くんで。じゃあボックスに行ってらっしゃい。いた。せせらぎの丘。奥にはあの伝説ポケモン、海の化身と伝えられる海王ガがいるんですよ。マジか。ほんと？海王ガ、まあ冗談ですよ。なんだ。水田さん、素直です。もうすぐ海辺ですね。海から聞こえる水しぶき、一体何事でしょうか？そうでした。雨が降っていると水タイプの技は威力が 1.5 倍になります。水しぶきは雨で技が強まったポケモンの仕業かも。なるほどね。せせらぎの丘の一番奥、なんだかやばい予感がするろ。主ポケモンがいいのかな。うわ、なんかいかにも出そうじゃん、これ。大丈夫？そろそろね、収録終わりにしないと、主の間って書いてあるよ、もう。ミツナさん、私に釣られてここまで来ましたね。試練開始。マジかー、このタイミング？そう、キャプテンゲートを越えたということは、試練に挑むということ。私、スイレンの試練は、海のドンと呼ばれる主ポケモンを倒すことです。あの水しぶき、あそこに主がいるでしょ？もしかしたら先ほどの弱しやその仲間がリベンジに来るかもしれませんが、それも含めて主に打ち勝ち、あなたの力見せてください。もちろん試練をこなすまでポケモンは捕まえられません。では、睡蓮の試練、始め！マジですか。その前にアイテム、アイテム。じゃあしょうがない、ちょっと試練はこなしちゃおう。水しぶきを起こす主に勝ち。はい、はいはい。癖や電気タイプの技なら有利に戦えるかもしれません。はいはい。はい、大丈夫、アイテムは使わないから。さあ行くぜ。これラプラスは使えないのかな。ラプラス使ってあげたいけど、どこだ。だ。こりゃ雷が鳴り出した。なになになに、こや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 。うおー、でっか。ぎょえー、ほんとだよ。これがあれか、弱しが集まるとこうなるのか。うわ、完全に睡眠や。主の弱し。弱くねえ。おお。さあ。どうしようかな。変える必要ないかな。てか、まずいような気がするけど、とりあえず混乱させよう。外さないで。わたまちとはいえ、ちょっときついぞ、これは。仲間を呼んだ。せめて混乱させたいな。ちょっとわたまちには申し訳ないが、超音波をせめて当ててからいなくなってくれ。レベル20か。やっぱここまで来るとそのぐらい。当てて、もうダメだこりゃ。あーあーあーああ。お前は何のために出てきたんだ。じゃあしょうがない。ここはじゃあ、頼むぜ、ナナ。さあ、行くぜ。こいつもね、電気タイプを覚えているんで、スパーク。どうしようかな。とりあえず、主を倒そう。あー、処理落ちがひどい。仲間を呼んだから処理落ちがひどい。はい。まひれ、まひれ、まひれ、まひれ。お盆？くそ。アクアリング。アクアリングって、やっぱり、ね、雨が降ってると効果は増えるんだろうか。水タイプ。あ、これはありがとうございます。で、そうじゃないか。スパークの威力落ちるわ。まあいいや、とりあえずやるしかない。手助け。手助けやって、とりあえずスパークで。鳴き声？なんだろう、手抜いてくれてんのかな？わかんないけど。とりあえず。やるっきゃね。手助け連発。意味ない。で、スパーク。落ちるか。落ちねえ。え、もしかしてスパークって打撃？魚群ってなんだ？
ああ、いなくなった。ちょっと待って、スパークって。あ、打撃なんだ。特殊だと思ってた。マジか。くっそ、道理で攻撃力落ちてるわけだ。こりゃ一本取られたな。で、スパーク。で、おしまい。オッケー。一匹になっちまえばこっちのもんよ。オッケー。レベルアップ。お、ラテもおめでとう。岩石封じか。岩石封じってなんだっけ？威力60か。どうすっかな。岩落としより強いか。じゃあこれでいいや。オッケー。岩石封じ。お、いっちゃんもおめでとう。で、あとは一体だけ倒せばいいんだよね。で、よし。さあ、行け。あと一発。あ、そうか、アクアリングか。もう一丁スパーク、仲間を呼んでとしても、落ちるはず。オッケー、ナナお疲れ。オッケー、勝った勝った。こんなん全体電車だよな。緑色だからな、何線だこれ、山手線か。倒したよ、晴れた晴れた。おー、なんかすげえな。お、かわいい。ミツナさん、お見事です。私の元に来てください。お、ラプラスかわいいね。花ちゃん元気かな。私、自分の気持ちに戸惑っております。まさか惚れたか？丹念に鍛え上げた弱子たちを倒され、心から悔しいのですが、ミツナさんの試練達成を祝わずにはいられないのです。素敵です。これを受け取ってください。はーい。これで水だね。やったぜ。ゲッツ。オッケー。今回は面白かったな。まあ可愛かったしね。よろしいですか？水の全力ポーズはこうしてこうするのでございます。お、お。あらららら。そしてさらにさらにです。私が作った水蓮印の釣り竿をどうぞ。やったやった釣り竿だって言ってもボロではないんだ。釣り竿の使い方です。ポケモンを釣るにはまず岩陰を調べます。ほう。浮きが沈むとポケモンが暴れます。びっくりマークが出たタイミングで A ボタンを押してください。です。釣ったポケモンを捕まえるならダイブボールがおすすめですよ。うわ、なんていい子なんだ。いい子すぎるこの子、惚れるわ。ちなみに私、赤いギャラドスを釣ったこともあるんですね。え、すごい。すごい。さーて、どうでしょう。お疲れになりましたよね。5番道路のポケモンセンターまで送りましょうか。あ、はい、ぜひ。ありがとう。釣りは改めてできますから、一緒に釣りに行こう。やばいぞ、これは。誰にする？誰にするってそういうゲームじゃないけど。次は、夏季の試練。ベラ火山公園ですね。そうでした。お花牧場のウソッキーはご覧になりました？あの子たち悪さをしていたから水 Z を使って Z パワーでちょっぴり懲らしめてあげたのです。そういうことか。あなたの水 Z にどんな反応するのか気になりますね。あー、行っちゃうのか。ポケモンセンターでちょっとお茶でも。いない。マジか。もうしょうがない、今回はここまでにしておこう。いやー、可愛かったなって言ってもまだね、試練が残ってるんで、次は柿の試練？柿の種？まあ、いいや。とりあえず、今回はここまでにしておきましょうか。特にトレーナーパス変わってないよね。ないね。特に変わってませんね。よし、お金もだいぶ集まったけど、これじゃあんまり服買えないな。もうちょっと貯めなきゃいけないのか。しょうがない。よし、じゃあすいません、今回はちょっと長くなったと思いますが、ここまでにしておきましょう。ツイッターとブログやっております。ぜひ覗いてみてください。どうしようかな、ちょっと釣りでもしてポケモン集めようかなと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。